ネイキッズのみんな、こんにちは。ゆうきです。お願いします。リトルちゃんに関しては作品のイメージ、まあ、どっちにも共通してるんですけど、まだ何にも曲も決まってないんですけど、まあ、相変わらずというか安定の可愛さ全開で、いきたいんですけど、まあ、可愛いだけじゃなくてしっかりダンススキルも見せれるような作品にしたいなと思ってます。で、キッズに関しては表情とか曲に対しての表現力もちゃんとつけれるような作品にしたいなっていうのはずっと思ってて、あとはダンスランドでもちょっと構成とかみんなでやったので、そこら辺もしっかり一緒に作りながらみんなで作品を、完成度上げていけるような作品にしていきたいなと思ってるので、チーム力みたいなところもちょっと頑張っていきたいなと思ってます。発表会は普段レッスンで頑張ってる頑張りの努力を発表する場だと思うので、みんなが楽しくもそうですけど、普段意識して踊ってるところをたくさんの人に見てもらう機会になると思うから、みんなにはすごいぜひ参加してもらいたいなと思うし、普段一緒にレッスンしてるみんなからいっぱいインスピレーションもらってるので、そんなみんなと一緒に作品作れたらなと思ってます。条件は特にないんですけど、みんなで楽しく協力し合える子、あとはもうとにかくやる気があればどんな子でもウェルカムなので、踊れる踊れないとか関係なく、もう一緒に楽しみましょう。お願いします。